茨城道寺の真骨頂見せてあげる。音量激滅、茨城道寺の真骨頂見せてあげる。音量激滅、茨城道寺の真骨頂見せてあげる。音量激滅、茨城道寺の真骨頂見せてあげる。重心化界茨城道寺のステータスこのようになっております、はい、ということで、もともと重心化アビリティ3つぐだったものがめちゃくちゃ増えました、うん、素晴らしい、すごいですよね、本当。アンチ減速壁、ゲージでアンチブロック、そしてコネクトスキル発動しますと超アンチダメージウォールも持っておりますので、3つのギミックに対応できますし、コネクトスキルで水属性耐性 M でしたり、ゲージでドレイン持っていますので、HP 管理しつつ守備面でも活躍してくれると、素晴らしい、いいですね。そして友情ブースト、こちらがの効果が発動する友情コンボが超強貫通フォーミング18となっておりまして、もともと持っていただいたものよりグレードアップして超絶爆発も持っておりますのでね、その他のキャラクターとの相性もいい友情コンボを持っております、はい、そしてストライクショットが敵に触れるごとに雷がランダムで敵を攻撃、1段階目16ターン、2段階目が24ターンと重心化でね持っていたものと同じなんですけども、はい、もう画面全体のね、あの敵に攻撃してくれるので、雑の多い時に使ってもいいですし、ボス単体の時でもね、ボスをゴリッと削ってくれるストライクショットとなっております、はい、他にもおすすめステージはこちらとなっております。以上、重心化界茨城道寺でした。お楽しみに、バイバイ。